はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。動画の前にちょっとね、モダンウォーフェア次回作の情報がちょこっとね出てたんで、それについてね話そうかなと思います。まあ本当ちっちゃなことなんですけど、スクリーンショットがね、マルチプレイヤーのスクリーンショットが2つ公開されてましたね。1つがなんか森の中でね、寝そべってるっておかしいかまあスナイパー構えてる、スクリーンショットなんですけど、このマップ、ゴーストの時にあったプリズンブレイクだっけ、あのドラマの方じゃなくて、そういうマップがあったんですよ。すごい草が多くて、なんかちょっとかなり見づらかったんですけど、そのマップが。まあ、そういうマップじゃないことを願う。なんかすごく見にくいマップはあんま好きじゃないんで。まあこれ見ると、なんかすごく雰囲気ゴーストに近いよね、パッと見で。2枚目がこれジャガーノートですね。モダン3とゴーストであった、まあ、スコアストリークで、まあ、あの当時はキルストリークだけど、それで獲得して、まあこういう感じのね、頑丈なスーツを着れるってやつなんですけど、今回めっちゃ強そうだね。ガトリングが持ってるんで。でマップの雰囲気はコット4にあったバックロットに雰囲気が似てるよね。あの壊れてる感じとか。まあでもこのスクリーンショット2つ見ると、すごくやっぱり、まあ今まで作品やってた人ならわかる、こうモダンウォーフェア感、インフィニティワードの作品感がかなり感じられるよね。ゴーストとかモダンウォーフェアの雰囲気が感じられますね。というわけでね、今回は、まあ、また迷彩なんですけど、新しく追加されてたんでね、紹介させてください。Twitch プライムの、課金迷彩ですね。課金じゃない。無料迷彩です。特典迷彩。前回はこの紫と白のやつなんですけど、今回はこれ。そう、どうしたって感じなんだけど。まあ、そうね。斬新な迷彩だよね。でね、Twitch プライムと PSN がアカウントがうまく連携できないっていうコメントをチラチラ見るんですけど、ちょっとこれ僕原因がわからなくて、僕は PC からブラウザからやったら普通にできたんですが、ちょっとね調べても原因がわからないので、すいません、僕はちょっと力になれないかもしれません。はい、というわけでやっていきましょう。ちょっと待ってね、ほら来たほら来た、処理がね追いつきましたね。というわけで、これはなんだ、お尻？お尻？お尻じゃない。なんだ、葉っぱなのかな？なんなのかな、これ。ちょうど絵の具が混ざってるところみたいな、そんな感じだよね。まあ、これ、集合体恐怖症だっけ？あれ、ダメな人、なんかダメっぽそうだよね、これ、皆さん。さあ、後ろ、裏取り来てる読み方、気づいてるかい？気づいてなさそうだな。だけど、この裏取りの人も、何がしたいんだ？来ないね。赤点出てたんだけども来ないから、ちょっとこれほっとこう。めんどくさいから。で、こっち赤点出てたね。1枚やって、回復入れてからの後ろのカバーやりたい。弾がない。で、そのサイドのドア来そう。このラインか。ちょっと前行きましょうか。リスポーン後ろ味方分けてるっぽいから、多分正面脇のはずなんだけど。やばい。やばい。マジでやばい。ちょ、弾がない。で、正面来てる。左も来てる。めちゃくちゃ今、なんか、顔の右側、こめかみの部分が、かゆい。書きたい。けど、敵が目の前来てるから、ちょっと今は無理。あ、今書こう。よし、オッケー、レッツゴー。さあ、左だね。で、これ若干後ろ向きもしちゃいそうだな。だけど、まあ、早めに前やっちゃおう。ワンダウン。やばい。スニーキー。レッツゴー。ウーフー。後ろ赤点。ワイは気づいている。ワイは気づいているぞ。貴様がいるのをな。やっぱ、ちょっとやばい。マジでやばい。なんだこいつ。よーし、うおぉあぶねえ、これやばい。正面やって、で、裏取っちゃうよ。おぉ、レッツゴー、めちゃくちゃ調子がいい。いいね。さあ、多分敵は、よし、こっちから来ていることでしょう。ちょろ当てすることによって敵は、あ、やべってやって引っ込むから、そのうちに詰める。さあ、まさかこんなとこまで詰めてきてるとは思わないでしょう。いなかったな。ちょ、前行ってみようか。
ガンガン行こう、ガンガン行こう。まず1枚。2枚。で、UAV 確認。リスポーン変わったかな？後ろ空いてる。まあ、ストライクチームはサクッと処理してくれた。まあ、今回もね、まあ、ストライクチームなんですけど、エルストロとヘルストでチーデスやってみたんだけど、全くキルできなくて、出しても。もうゼロキルですよ、ゼロキル。僕の出し方が良くないのかもしれないけど、全然キルできないから、やっぱりちょっと、このスコアストリークに戻ったよね。いけ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 。すごいぞ、ここ。大渋滞だ。やべ、手前にいた。ナイススレッシャー。で、ロケラぶっ破してきたぞ、今のやつ。弾はあるから、今左から来てるやつやっちゃおう。おい、レッツゴー。さあ、奥で湧いてるぞ。後ろも湧いて、後ろ行こうか。後ろ行こう、後ろ行こう。さあ、間に合うか。こっちの方が先に着くか。向こうの方が先に着くか。同じぐらいでした。やれた？やれてない、やれてない。ちょっと待って。あ、危な！で、こっち絶対湧いてるんで、一気に行きましょう。これさっきの人じゃないかな？まだいそうだね。体力上げとこうか。で、ストライクチーム落とそうか。もう一枚やるよ。オッケー。で、さっきのやつだね。勝てそうなら撃つ。6発。これ、どんどん来るぞ、正面から。鼻かゆい。いや、来ないかな？後ろ湧いたのかな？いや。やばい。さすがにバレたから位置変えましょうか。で、後ろ湧いてそうだね、こういう時。弾もらって、後ろ湧いてる。やばい、これ死んでもう。死んでもう。死んでまう。あれは打ち合わない方がいい。で、右に流れそうだから、こっち行っとこう。登ります。まず1枚。で、距離を詰めて、奥で落とそうとしてるやつがいるから、うわぁ！ああ40連続キルで終わっちゃった。なんてこった。ゼロですね。終わりたかったのに、はあ、しょうもねえ、しょうもねえですだ。おー、ちょっとグリップないからブレるブレる。これ湧きそうじゃねえ、この辺で。普通に大丈夫か。この辺クリアかな。後ろかな。じゃあ次は、さあ、まず1枚やるでしょ。もう一枚これ来ちゃってるな。もう来ちゃってるね。やべえ。え、なんか、え、ちょ、あれ、え、なんか空中二段ジャンプしなかったあの人。あれ、僕の見間違いかな。二段ジャンプしたように見えたんだけど。見間違いかな。見間違いだと思うんだけど。後ろ脇も怖いな。早めに前行きたい。だけど、ああいう頭しがな、この武器な。厳しいんだよな。お、いいね。いいグラブスラムだ。これまた後ろ空いてますね。だからこの左側のここいるだけでキルできるんだけど、ここのマップ。だこれさすがにセンターが多いな。UAV。センターかなり来てるぞ。うわ、ダメージがやばい。まず1枚。詰めてこないかな。回復入れて、決め打ちで1枚やる。レーダーに映ってないけど、いそうだね、その辺。左今度来てるな。さあ、また左から行きましょうか。引いてる、引いてる、引いてる。逃げてるけど、追いかけて倒しちゃう。で、待って。先に最翼をやる。で、そこもやる。で、スレッシャーオンライン。で、センター側にいるはず。弾置いとこう。脇は絶対あっち。だから高速犬。オーマイグー。53。キルレ53。おお、いいですね。はい、というわけでお疲れ様でした。ああ、もう、迷彩ね。迷彩ネタ、みんな飽きたよね。でも、そうね、新しく来てたんでね。まあ、今回許してください。まあ、一応、Twitch プライムの人は無料で手に入れられると。で、Amazon プライムの人は、Twitch プライムに無料でなれますよということですね。よかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。Till the sunrise, we were in love. Couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun.